原選手から7番車、4番車、6番車、3連単は上位人気。針動きます。3秒、2秒、1秒、各車一斉にスタート。ギヤーン。さあ東はスタートではどうでしょうか。ちょっと6段が遅れたか。前回まずは1番車バランドル川口選手、2番手2番車斉藤の展開でありますが、抜け出したのは3番車浜野選手、現在3番手。さあ2番車斉藤選手、食われて後方へ交代となるか。なんと2番の斉藤がここで前を取ります。1番車川口が現在2番手交代でありますが、3番車浜野がなんと急上昇の2番手。6番車田中茂が現在3番手上がった。4番車別府慶吾、5番手は久里選手が現在追走中は5番手の位置。さあそして7番車篠原選手から8番車浦田、最高峰1番車川口選手の展開。6番車6番さあ入ってまいりました。6番車田中茂であります。2番手2番車斉藤選手の展開。さあそれを追ったところが3番車浜野選手が現在3番手。4番車別府慶吾でありますが現在4番手。追走は人気の立役者篠原選手が現在5番手の位置です。6番車田中茂が前へ。2番手の位置関係。3番車浜野選手が上がってまいりまして、2番車斉藤選手が食われて後方へ交代。4番車別府傾向を仕掛けて現在3番手上昇。7番車篠原選手は現在4番手の位置関係。6番のなんと田中茂が先頭であります。ここはスタートが遅れたんですが、6番車田中茂が縦横無尽にさばき込んでいます。4番車別府慶吾は現在追走から、7番車人気の立役者篠原選手は現在3番手の近け。追走は3番車浜野選手は現在4番手です。そして5番車久里選手、直線あと1周範囲に入ります。抜け出しました6番車。ここはレイリー田中茂が先頭。2番手4番車別府慶吾、内を狙うは7番車篠原選手でありますが現在3番手。もはや V の字は見えてまいりました。レイリー田中茂、まもなくチェックアウトを受けます。まもなく全車がチェッカーです。2連単6番4番1930円、2連複4と6の組740円。3連結果を発表します。おめでとうございます。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。